たんですけど、はい、このコロナの中でですね、みんなが本当に小躍りしたくなったら藤井聡太君と大坂直美じゃないかなと。若い2人ですよね。もうそうですね、17歳と22歳というですね、18歳になったところですか、はい、ね、これが本当にあのこの2人がですね、なんかあの一筋の光をバーッとこう投げかけてくれたという感じがするんですよね。まあ、今回特にやっぱり大坂直美選手のその、まあ、あの、まあ、なんていうんですかね、その、訴えたいことっていうのは、はい、まあ、あの、まあ、全米の前にね、大会1個棄権して、やっぱ出ます、はい、出ませんって言って、出て、はい、で、それからのその、全米で、しかもその、一枚一枚マスクつけて、で、はい、優勝するっていう、もちろんそのスポーツとしての、もう素晴らしい偉業なんですけど、はい、それとともにやっぱり彼女は訴えたいことをちゃんとこのもう予想以上に訴えれたんじゃないかなと思って、そうですね、すごいあの効果だったなと思います。全米オープンの中でですね、おそらく歴代の、はい、あのクイーンの中で人々の印象に残るとすればですね、はい、相当の数がこの大坂直美選手のですね、2020年のですねクイーンをやっぱり上げると思うんですね。はい、そういう意味では本当にあの歴史に刻むですね、うん、あの制覇だったと思うんですよね。いや、もうなんかあのもちろんその優勝したっていうことにも感動したんですけども、あの試合後のインタビューで、はい、あの、はい、まあ、あの何を訴えたいんですかみたいなことをその、はいはい、ね、記者の人にこうマイク向けられた時に、ね、あのそれはあなたがどう受け取るかですって答えたっていう、はい、もうあれがもう本当にもう痺れて、もうそれをこの22歳の、まあ、女の子って言ったらあれですけど、彼女がそれを、それまではなんとなくこう、ね、ワイドショーなんかで、直美節とか言って、ちょっとポケットした感じの関西弁でとか、なんか好きな食べ物は鉄火丼ですみたいなとこばっかり流されて、なんかほわっとしたイメージだったけど、やっぱり彼女はやっぱ頭が良くて、しっかり自分を持ってて、だからこそやっぱりその、なんだかんだその、インタビューに対しての答えが早いし、しかも的確にもかかわらず、ね、ちょっとユーモアが入ってるっていう、はい、そこがもうすごいあのもうなんかもう脱帽しましたね、もう、うん、こんな人になりたいと思いました、僕。あの我々もなんかあの松尾さんは演技でですね、私たちはやっぱり物を書いたり喋ったりして、はい、あのメッセージを伝えるのが我々の仕事だと思うんですけども、はい、うん、やっぱりメッセージの伝え方ってすごいなと思うときってのはこの一瞬だと思うんですね。いや、そうですね、これこそ伝えるってことだと思うんですよね。そうなんですね。で、相手の心にどう響かすかというのはですね、はい、そのスポーツというものを通しながらですね、はい、いろんな意味であの我々は例えば物を書いたりとか、はい、松尾さんたちは演技という中で、はい、でもやっぱりスポーツというものもですね、はい、そのスポーツのその勝敗だけじゃなくて、はい、素晴らしいものを伝える力を持ってるんだということをですね、やっぱり今回目の当たりにしたような感じがするわけですね。いや、もう素晴らしい一例ですよね、それは。うん、そうなんですね。うん、だから、東日本大震災の後ですね、はい、あのプロ野球がずっと中止になってて、やっと開幕になった時に、はい、あの楽天の島選手は、はい、ここで野球の底力を見せましょうという、うん、あの、開幕の挨拶をして、はい、あのそれが今でもこうプロ野球の歴史に残ってるわけですけど、それはあのやっぱりプロ野球というだけじゃなくて、はい、あの震災の時にどういうメッセージを発するのかということだと思うんですね。それはあの時の日本のプロ野球界も素晴らしかったし、はい、今回あの全米テニス協会が本来であれば政治的なメッセージとか主義主張はスポーツに持ち込んではいけないという、はい、そういう大変厳しい規定があるにもかかわらず、大坂選手が最初からですね、被害者のマスクをつけていることについて、今回は全くそれは問題ないんだという形でですね、もともと非常にあの保守的でかつあの白人が中心のテニスの中で、はい、あの大坂選手が逆に言えば今まで の, その全米テニス協会の考え方そのものもですね、変えさせたと。すごい、ちょっともう今の話だけでもちょっと鳥肌が立ちますもんね。もうそうですね、やっぱり、あの22歳の選手は連綿と続いてきたあの教会の一つの約束事だとか、うん、あるいはどうしても
テニスそのものの発祥から言ってですね、はい、白人のスポーツだと言われてたものの中で、7回にわたってそれぞれ の黒人の被害者のですね、はい、マスクをつけてきたということがですね、おそらく将来的にはですね、全米 の黒人解放運動が語られるときにですね、はい、もちろんキング牧師とかですね、それ懸命に叩かれた方、偉業を成し遂げた方々の名前ってのは出てくると思うんですけども、うん、本当に自由と平等が勝ち取られたときにはですね、おそらくこの大阪選手の名前もですね、うん、同じように出てくるぐらいですね、非常に強いメッセージ性があったんじゃないかと思いますね、うん、大したもんだったですよね。いや、やっぱりとにかくやっぱり優勝したということがもうとにかくすごいですし、はい、そこにちゃんとメッセージがあるっていうのがさらにすごい、はい、大したもんですよ、うん、もうおじいちゃんも喜んでらっしゃる。